さん、こんにちは。テイチバーのチアリ。おはようございます。ジンマさん。ということで、本日の企画でございますが、はい、こちらでございます。スーパーデッキ対決。ということで、まあ、スーパーデッキといえば、まあ、最近で言うとね、総流閣なんかがね、上がりましたね、はい、ということで、今回は、ね、こちらムーちゃんに総流閣を回していただきます、はい、そしてこの総流閣名と対戦するのはこちらのスーパーデッキ、じゃじゃーん、スーパービクトリーデッキ、燃えよ龍拳ガイアル。こちら、はい、2014年6月21日発売でございます。7年前ぐらいですね。はい、7年前のデッキと、これが昨年ですかね、総流閣名でね、対戦していきます。はい、ですけども、軍曹こういうの使ってるイメージ全くないですけど、はい、こちら動画のサブテーマ、裏テーマとしては、流走初めての軍会そんなボケある、流走初めての軍会、軍曹は初めての流会、ごめんね、びっくりした、はい、そんな古典的なボケないよ、初は夏いねみたいな、初は夏いので、流走は初めての軍会ということで、はい、はい、それに対してムーちゃん、総流革命は回したことありますか？はい、ありますよ、はいはいはい、どんどんね、こう革命チェンジをしていきたい、次第でございます、次第でございます、はい、じゃあ早速、はい、やっていきたいと思います、ドキドキする、はい、対戦いきましょう、はい、いやー、はい、ということで、では、男性チームからいきましたので、まずはじゃんけんから、はい、最初、いくぞ、最初はグー、じゃんけんポン、はい、あいこでしょ、はい、イエーイ、グーゾーの先行で、はい、それでは早速いきましょう、カメラに向かっていきますよ、グーゾーはさすがにのちゃん、いくぜ、デュエマンスタートー、よっしゃ、できるかな、分解ということで、このスーパーリックピークと、モヨリオケンガイアですね、はい、一緒に滅びの竜神ディアボルスがね、一緒に出たという、ね、セットになってますけど、そうですね、さあ、エボルニア、これ悲嘆だよね、多分ね、悲嘆です、これ火の短縮デッキだから、多分使いやすいと思う、チャージして食べたさあ、完全に初めて話しますねこれでもすごいね、全部キラキラしてるんだね、そうですね、さすがスーパーデッキ、確かに、でもこっちもキラキラしてます、そうですね、総流革命はどっちも、ね、そう、総流革命はね、マナとコストと2マナでチャラルピア、あー、チャラルピア、チャラルピアじゃん、マナリの終わりです、さあ、2ターンだから、パワーカードが出てきますね、まあ、とりあえずチャージ、はい、で、ターンエンド、はい、このメテオチャージもね、結構イラストが珍しいイラストをしてる、はい、色が多分ちょっと紫がかったもん、うんうん、かっこいいイラストをしてるんですよね、オッケーオッケーオッケー、じゃあ、レビアタチャージの、はい、ドラゴン2軽減入って、うん、さらにバットアクションダイナマイトで2軽減して、お1マナでドラゴンチュリス、うわー、出たスピードアタッカーですね、はい、では、いきます、おドラゴンチュリスでアタックするときに革命チェンジ、おドギラゴンノバ、ノバノバですね、ノバが出ます、出たとき能力で、山札の上から4枚表向きにして、その中から進化ではない多色クリーチャーをコストの合計6以下になるように好きな数選んでバトルゾーンに出す、強強の強い、強いですね、やっぱりこれまあもうこれはトーナメントシーンでもよく見る動きですから ね、無改造だからね、これね、無改造でこれですからね、来ました、はい、来ますね、いるのか、ブルシャックサイバーエクスを増やして残り倍の札の下に置きます、おー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 、はい、強の強だ、今まだあれですよ、軍曹はチャージャージも打ったけど、そうですね、打った時能力は今、そうですね、相手の打った時能力は今は使いません、はい、で、ノバで、うん、トリプルブレイク、トリプルデッキ側、うわー、さあ、ここトリガー大事、ほっ、あ、治療トリガー、熱血流バトクロスバトル、おー、来た、このクリーチャーバトルゾーン出した時、バトルゾーンにある相手のクリーチャー1体選んでもよい、そのこのクリーチャーとそのクリーチャーバトルさせる、バトクロスバトルだもんね、相手のターン中このクリーチャーバトルゾーンに出した時、そのターンの終わりにこのクリーチャーを自分の山札の一番下に置く、とりあえずバトルか、はあ、7000、あ、ってことはサイバー X と相打ちできる、できます、じゃあ相打ち、ではターン終了です、しのいだー、終了時に、あ、しのいでない、ノバが、自分のターン終了時に、うん、自分の多色クリーチャーすべてアンタップするのができます、はい、で、ブロッカーですね、はい、
セルです。よし、このね、超優秀なトリガーバトクロスバトルね、最近バトクロ1とかにもなりましたけど、うん、このデッキに初めて入った新規カードらしいですね、うん、こいつをチャージして5マナ来たよ、5マナ、うん、超次元シューティングホール、相手のブロッカーの持つクリーチャー一体破壊する。おお、刺さってる刺さってる、刺さったで。で、コスト9から火のサイキッククリーチャーを一体自分の超次元ゾーンからバトルゾーンに出す。どれがいいんだろう。9以下でしょ、何でも出んじゃん。そうですね、どうしようかな。ボルシャックドラゴンかガイアルカイザーにしようかな。名前で選んでますウッケウッケ名前で選んでますよ、ね、強いかな。わ、ガイアルカイザーにしよう。ガイアルカイザーを出す。ガイアルカイザー出ました。ガイアルカイザースピードアタッカーですね。スピードアタッカーダブルブレーカーで、自分のシールドがブレイクされるときそのシールドあ、まあこれはブレイクされたときのボールです、ね、はい、でダブルブレーカーか。よし、ダブルブレイクしよう。ダブルブレイクデッキ側ないです、ね、よし、これがない。ターンエンド、はい、これ結構選択肢いろいろあるね、いっぱいある。なんか結構やれてるよこれ。他にもね、ブーストグレーン王でね、チャラルピア倒したりみたいなね、いろいろありましたね。先言って、えやってる途中はまあ言っちゃうからなるほどね、そっか、そういう選択肢、ね、でもやっぱコスト大きいを出したい、ね、まあガイアールかっこいいですからね。うんうん、では1番テリスチャージ、はい、マナで、はい、サラルピア2軽減とまたバトアクションダイナマイトでドルガンチュリスを出たよ。さあ、バトアクションダイナマイトですね、まあ、ここから革命チェンジ、ね、できれば繋げていきたい ね、 ね、サラルピアあるから動きやすいですね、やっぱり。うんうん、そっか、サラルピア打ち取っておくべきだったかしら、かしら、わかんないですけどね。まあ、あのガイアルカイザーがね、マイボとサイキクリーチャーを出せれば、そうなのよ、そこに期待。37、はい、ドラゴン2軽減で、うん、バルキリルピアをサラルピアの上に進化させます、はい、で、バルキリルピアが出た時に、うん、自分の山札を見てその中からドラゴン1体選んで相手に見せてから自分の手札に加えても良い、はい、その後山札をシャッフルするということで、はい、山札を見ます。これはドラゴンがデッキから加わるということは当然加えるのか。ノバをノバが加わる。ノバ駅前留学じゃないんだから、こんな気軽にノバの話すドルガンチュリスでアタックするとき、うん、革命チェンジ、シールドアタックするときに革命チェンジでノバ出ます、うん、出たときの能力でまた4枚表に出して、グッド大丈夫ですか。サンブレード、サンブレードネクスト、はい、スピードアタッカー、スピードアタッカー、これ大丈夫ですか。やばい、来る。さあ、ブレイクされるときガイアールカイザーの能力もあります、ね、そうね、じゃあそれを見ます。はい、で、加える代わりに墓地に置いても良いと。そうしたら、はい、それと同じコストのサイキッククリーチャーを出してもいいよ。同じコストのやつがいればあの出せるっていうのは。いないです。お、お6と6でした。6と6、はい、ちょうどいないとこですねちょうどいないとこですね。5、7いますけど、6はいないですね。トリガーでもない。はい、違う。トリガーでもない。はい。あ、なるほど。なるほど。あ、じゃあ。どうぞ。サンブレードネックスでダイレクトアタック。負けました。強かった勝利。強っ。ガイアルカイザー一体じゃ立ち向かえないんだけど。ショーティングホールはね、かなりそう、ぶっ刺さったんでよっしゃと思ったんだけどね、うん、その後、まあやっぱチャラルピア残しちゃダメですね。そうね、まあ、ブーストグレーンから勝利してたらもしかしたらね、もうじゃワンチャンあったかも。確かに、いや、やっぱすごいね、スーパーデッキの進化がすごい。うーん、まあさ、これだいぶ空いてますからね、6年ぐらい空いてますからねあ、これしかもスーパーデッキ、何スーパーデッキでしょ。これレジェンドスーパーデッキですね。レジェンドスーパーデッキ。こっちは、こっちは、スーパービクトリーデッキですね、うん、そのね、差が適当なこと言ってこの差が出ましたね。まあまあまあ、やっぱりこの最近のトーナメントシーンでもね、大活躍してるカードですからね、うん、そうですね、いやー、流解したかったな、まあ、初超次元ですか。初超次元でした。マジで初ですよマジで初面白いな。でも面白いですね。そうですね、パパパック使ってちょっとこのデッキ持ち帰りたいと思います。はい、これを改造していただいて、はい、頑張ります。はい、はい、はい、ということでね、この動画面白いと思った方はチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。はい、はい、でコミュニティ投稿の方もぜひチェックお願いします。はい、このデッキとこのデッキの対決見たいですみたいなのがね、あればね、それでもねぜひね実現させていこうかなと思っていますのでね、そちらの方もぜひどしどしコメント欄の方で募集しております。はい、ということで本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、ジェンマスター。